ここから綱を、綱っていうロープを張って、こっちの対岸の川へ下ろしていたようです。でそこから下深駅へ行ってたようです。旭北区の布川を歩く歴史ハイキングが開催されました。これは中世の古道、中郡道にゆかりのある場所を歩くことで、郷土の再発見につなげてもらおうと、白木紅葉地区にある5つの公民館が共催事業として企画。第1回目の軽賀編、第2回目の茨編に続き、第3回目の深川編が行われました。16世紀末に毛利輝元によって整備された中郡道は、現在の安芸高田市にある吉田郡山城と広島城を最短距離で結ぶ幹線道として利用されていました。17世紀初期に入ると、広島城下に向かう物産輸送路の性格を強めたという深川地区。今回はそんな深川地区に残る史跡、旧跡を訪ねて歩くハイキングとなりました。案内する紅葉郷土史研究会の皆さんが、この地域に残る史跡として最も存在を知ってほしいと説明したのが亀崎神社です。旧深川村、落合村などこの界隈の総社として、宇佐八幡宮より西暦796年に勘定された神社で、広島県の歴史書芸藩通信によれば、毛利家との関係も深かったといいます。ですから、ここの亀崎神社っていうのは、深川の住所は深川になってます。で、中深川の方からでもどこからでもなんですが、この山を見ると亀が首をもたげた形をしていると。それでここのこの辺りは亀が首をもたげているように見える辺りなので、亀の先ということで亀崎というふうに言われるようになったと聞いております。また研ぎ山のふもとにある金明鉱山跡地にも向かいました。金明鉱山は1624年、加部町民によって発掘された鉱山で、延べ330年以上にかけて銀や銅などの採掘が行われていました。1969年に閉山に追い込まれたものの、昭和10年代中期から20年代後半にかけては大規模な採掘が行われ、地元の重要産業地となっていたそうです。この金明鉱山が残しておる深川の中に残しておるものは、深川小学校の門柱があります。これに金明鉱山という寄付者の名前が入っております。また諏訪王さんという呼び名で地区の守り神として信仰を集める諏訪神社や、広島市の指定重要文化財道政盆章が境内にある善徳寺など、さまざまな史跡を訪ねたハイキングは、参加者の皆さんにとっていくつもの発見がある良い機会となったようです。知らなかったですね、この辺りのことはね。団地の方へ住んでるんですが、いろいろと教えていただきました。常日頃南の木梨に歩いてるところがですね、こういった歴史のどういいますか講座を聞いて、なおかつハイキングにこう行ってみると、非常にこうどういいますか興味をね持てるような気がしました。